県によりますと、今月18日までの1週間に報告された1医療機関あたりの新型コロナの感染者は 28.74 人で、前の週と比べておよそ 1.56 倍に増えています。地域別に見ると本島南部で最も流行していて、1定点あたり 40.79 人となっています。すべての年齢層で感染者が増加しており、県全体の感染者数の推計は7日間でおよそ7280人と、1日平均でも1000人を超えています。感染拡大に伴い、県内では7つの医療機関が救急診療を、3つの医療機関が一般診療を制限しています。県は医療の逼迫がすでに始まっているとして、手洗いやマスクの着用など基本的な感染対策の継続や、検査目的の救急受診を控えることなどを呼びかけています。